こんにちは。公明党は血も涙もない政党で、もうね、早く消えてほしい、そんなところでございます。公明党を支持する創価学会ももうね、ちんぷんかんぷんでございます。ぜひね、創価学会の方はね、公明党に対してどう思ってるのか、これは表明していただきたいかなと思いますよね。で、今回ね、ジェノサイドに対する非難決議というものが全会一致で出るとこだったんですけども、なぜかね、公明党だけがね、ジェノサイドではないと、あれはいいんだっていうふうな形でこの決議に対して反対して、今回見送りになったんですよ。いや、一体ね、公明党創価学会何を考えてるんでしょうね。公明党や創価学会は何かあの国から利益を得てるんでしょうか。それとも万々歳で応援して民族を根絶やしにすることに賛成してるんですかね。いや、ひどい政党ですよ、公明党。そして創価学会も最悪です。創価学会、公明党、ひどいとこだと思いますよ。なんかね、これについて何がしかの声明を出してほしいですね。公明党でも、それから創価学会でもいいんで、なんか深い事情があったんですかね。誰かから何か利益供与を得てるんでしょうか。本当にこういうね、わけのわかんない人種がこの国にいるということは、本当に徹底的にね、断罪して、もう追及して、もう追放しなければならないですね。公明党は追放党、そしてそれを支える創価学会も最悪だということを私は言わざるを得ないと思います。今回の件、一体何があったのか、真実を明らかにしていただきたいと思います。あれでいいんでしょうか。何でしょうかね、公明党だけ。別に自由な判断でいいんですけども、公明党の人はあれを容認するということですよね、ジェノサイドをね。それから創価学会の方も結局は民族根絶やしに加担しているということなんでしょうかね。何なんでしょうかね、これはね。